ゃあお茶が何からできてるか知ってる人、さっきと一緒に見よう。みんな苦いお茶好き？みんな苦いお茶、お茶を作る授業をしたいと思います。みんながお風呂に入ってるぐらい、お風呂ぐらいのお湯をカピカピ葉っぱさんにかけてあげるとゆっくり動いてくれます。